今回は2023年11月20日にオープン、麺屋洋介堀米店です。よつけさん3店舗目開店おめでとうございます。はい、また堀米店もお客さんいっぱいになりますね。はい、ぜひちょっと頑張りますんで、はい、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。はい、鶏のスープをしてますんで、あ、ぜひ、はい、あの鶏の旨味を堪能してください。はい、わかりました。はい、どうもありがとうございます。うん、サメとか死んだりました。11時オープンです。でも冷凍スープって最近買えないですね。入れ替えないんだ、昔みたいに。こんにちは。はい、また今日も笑顔いただきもしました。はい、お知らせよろしくお願いします。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。開店と同時にどんどんお客さんが入ってきます。この日は本店が臨時休業なので余計にお客様が多いのでしょうね。それほどまでにこの麺屋洋介はそのラーメンファンから愛されています。それは洋介さんが開拓した新しい佐野ラーメンの世界。ニューウェーブ系佐野ラーメンの先駆者だからですね。具体的には今までの佐野ラーメンにはない強いコシの麺とさっぱりプラスアルファのスープ、これが麺屋洋介が支持される理由だと思います。初体験の味、もうすぐ着丼です。はい、ありがとうございます。味はどっちなんですか、新都市店と本店と。また別なんです。また別なんですか。ありがとうございます。了解です。今回オーダーしたのは羅臼昆布といびきいりこの背脂塩ラーメン。しっとりとしていてとろける豚バラのチャーシュー、ボリュームもしっかりあります。鶏ベースのスープはどこまでも透き通る背脂の甘みが魚介とマッチしています。佐野ラーメン最強のコシ、洋介さんの麺、硬いと感じることはなく滑らかな喉越しです。まずはスープから。思わず何これって声を出してしまいそうでした。めっちゃ美味しい。強いコシだけどもちもちツルツル、これが麺屋洋介の麺です。魚介の旨味たっぷりな力強いスープがこの佐野ラーメン最強の麺を受け止めます。幸せすぎる。
食べている私の顔を見ればもはや説明はいりませんよね。ご飯にうっすらと笑みがこぼれます。チャーシューいきます。口の中でとろけて旨味が弾け出すチャーシュー、そのチャーシューの余韻でする最高の一口を大切にします。上から見ても美しいですね。背脂とは別の脂は鶏油なのでしょうか。さっぱりな佐野ラーメンにこってりを加えたこの手法、素晴らしいですよね。ナルトがかなり厚切りです。海苔と一緒に麺をするのもいいですね。メンマは柔らか系。幸せな時間に終わりが近づいてきました。ラストの締めは極上チャーシューです。最高。麺屋洋介は餃子も美味しいんです。ジューシーであんもたっぷりです。もちろん皮はパリパリ。大ぶりな佐野餃子大好きなんです。頑張ってくださいね、堀込店ね。はい、はい、また行きます。はい、はい、どうもありがとうございます。